しめました。負けちったくっそ、出し惜しみした3曲目出し惜しみした、ね、前ね、帰ればよかった。今回その6曲ね、自分たちが好きな歌、自分たちの世代でこれ歌ってきたぞっていう歌を集めて瀬戸り組んだんですけども、うん、まあ、こうだんだんこの盛り上がっていくような感じにしてしまって、それがなんかこの滑走路で飛び立つ前に撃ち落とされた感じですかね。普段マスクとか着ぐるみとか、うん、そういうマスコットの中に入ることってないじゃないですか、うん、それがもう人生で1回のこのマスクドシンガーなんじゃないかなって私は思ったので、うん、すごい貴重な体験ができて嬉しいです。やっぱ大きく踊ってるつもりでももっと大きく踊らないとですね。そうなんですね。はい、なんか回るとこが多くてずっと後ろ姿みたいになってるのがもったいないなと思って、うん、あ、そこ振り変えたいなって。はい、すみません、生意気って。じゃあ続いて、回るとこ一直線。ほう、ユンちゃん元アイドルでやっぱダンスに特化してて、僕がやっぱ立ち踊りがすごい苦手で、まあ、いつもね、時間かかりますね、僕は覚える、はい、すごい足引っ張ってます、はい、足めちゃめちゃ引っ張ってます、はい、左、右、右、はい、左、奥、スライド、あ、それそれ、はい、それそれ、はい、私、アイドルの時からみんなのマスコットになりたいのって言ってたので、キャッチフレーズマスコットになれました、夢が叶いました。全てが豪華で、普段自分たちで家で撮ってる動画のクオリティをはるかに凌駕する体験ができたので、まあ、いつか逆にこういうのもね、自分たちで撮ってみたいなと、なんかそういうのも思った一面でしたね。